こんにちは山梨良平です夏も盛りの8月お暑ございますそれでは本日も始まります番組の最後にはコンサートのお知らせ山梨良平憩いのひとともございますのでどうぞ最後までお付き合い願います山梨良平常識の枠内 さて皆様は日記などをつけていらっしゃいますでしょうかここでは私の日記といいますか思いつきといいますか妄想ノートのページを開いて皆様に聞いていただこうというものです山梨良平覚書長の枠内許すなある夫人は嵐の夜山岳地帯を 夫と馬車で移動中に三気づき吹き荒れる風に大きく揺れる馬車の狭いビロードの椅子の上でマルグリットを産み落としたこの勇気と知性に富んだ許すなる夫人はその後嵐を予感すると屋敷中を大きな黒い傘をさして歩き回るようになった寝室でも食事中であってもこの 大きなな黒い傘を固くに放すことはなかったところがある嵐の夜彼女は九段の大きな傘を今に投げ捨てるようにして外に駆け出すとそのまま戻らぬ人となったマルグリットの父親は大佐と呼ばれていて非常に厳格でまた素晴らしい体格の持ち主でもあった。 そんな大佐が森に入る時は狩猟のためにではなく実はもっぱら植物を観察するためであったそんな大佐も2年後新しい妻を埋めとった美しい新妻は2人の夫を亡くしていた最初の夫は軍人であったため夫のコルシカ出陣のその日に 二人は教会にて祝福を受けた午後には美しい港で二人は愛に満ちあふれた抱擁を交わしたがそれが彼らの最後の別れとなってしまったその後何年間も喪服を着続けた彼女であったがある日突然60歳以上も年が離れた老いた伯爵と結婚した理由はともあれ この地主の老伯爵は彼女がひそかに心を寄せていた青年の父親なのであった。そんな伯爵は初屋の寝室で一人のたまった。物を噛む力も歯もなくなった頃合いを見はがらって神やわしにくるみを与えおった。ええ、これが 老いた伯爵の口癖となり伯爵が神に召される日の前日の夜まで一日も欠かすことなく繰り返されたのであったかくして彼女は生娘のまま大佐の妻になったのであったさて私の主人美しいマルグリットは大変活発な少女で一日のほとんどを乗馬服とブーツで過ごし 私を引き連れては森をさまようのであったそんな森の中であの日私の鼻は感じたクマだ近い私はすぐにマルグリットの守りに入った少しでも風上に逃れるために彼女を湖の方角に促したグレー戻りなさい私はグレーと呼ばれていた私は 彼女の袖を噛むと無理やり引いていてったしかしその時風下から迫っていた大きな熊の姿はすでにマルグリットの目にもはっきり映っていたのだ私は彼女の前に立ちはだかると臨戦の態勢をとったそして注意を私に向けさせるために決して吠えない私はその時やらん限りの力で吠えたマルグリットは 後ずさることもできずにその場に打たれた一本の杭のごとく突っ立っていた大型犬である私の2倍はあろうかと思われる熊は少々蛇行しながらゆっくり近づいてくる私は最も正しい瞬間に適切な跳躍を決行しなければならないその時はすぐに来たそれからの3秒間は恐ろしくゆっくり進んだジャンプしながら 私の右前足は、あらかじめ予定していた通り、相手の左目をえぐった。ただし、同時に、熊の前足は私の腹をさいていたのである。私が、着地するや否や、森に轟音が響き渡った。偶然森にいた大佐の銃が、熊の心臓を撃ち抜いた音だった。静けさが戻ったとき、マルグリットは、 私のはみ出した内臓をその華奢な手で私の腹の中に押し込めていたそれから裂けた腹の皮を両手で引っ張るように重ねて押さえつけていた大佐は腰に下げた探検を取り出すとそれをゆっくりマルグリットに渡した彼女はしかるべき折に際してのその扱い方を 大佐に教え込まれていたのだった私は彼女の目を見つめていたそうマルグリッドに勇気を与えたかったのだそして彼女にも分かりやすいように顎を少々上げてみせたしかしマルグリッドは探検の歯の部分を持つとそれを父に返した「お父様グレーを助けてお願い」 悲しいことにその時マルグリットは私にとどめを刺すことができなかったのだった屋敷に戻ると彼女は大佐の指導を受けながら私の腹を上手に縫ってくれたその後私の回復は早かったが足の感覚はとうとう戻ることなく歩くことは不可能となったそんな折大佐は若い軍医を 屋敷に招いた「その軍医の素晴らしい純白の軍服と金ボタンは彼の美しい巻毛と青い瞳の前に完全に脇役と化していた」「その軍医はクルト博士と呼ばれていて物静かな青年だった」「マルグリットは彼を見た瞬間から私のことは忘れてしまった」 恋をしたマルグリッドは日に日に美しくなっていき乗馬服が大きく膨らんだスカートに変わり帽子にはリボンやコサージュがついた彼女は常に来ると博士を見つめていたが博士の方はクッションの上の私を気にしていた博士が私の目を見つめるとき私は 頭の中で今まで耳にしたことのない金属音のような音を感じるのであったその日の真夜中屋敷は静まり返っていた私は専用のソファーに横たわり東の空が明けてくるのをいつものようにただじっと待っていたその時音もなく来ると博士が現れて 私の前に座った私はその時初めてクルト博士の声いや言葉でもなく博士の心の声が私の脳に直接感じる感覚を覚えたのだったクルト博士は私の脳に問うた「走りたいか?」。私は答えた「いや殺してほしい」。博士は言った。 それは本心か。私は考えそして答えた「本心?」とは一体どういう意味なのだ東の空が朝焼けに染まろうとしていた頃博士は言った「グレー私と一緒にスイスに来るのだ私は君をもう一度走らせることができる」。 そして三日後クルト博士の迎えが屋敷に到着したマルグリットの目は悲しみで腫れ上がっていたクルト博士は彼女を抱きしめて再会の約束をしていた走り出した馬車に向かってマルグリットは叫んだ「グレー必ず戻ってくるのよ」<music> 博士の屋敷は アルプスの中腹にあったイギリス式庭園の奥には博士の巨大な屋敷がさながら宮殿のようにそびえ立っていた地下の一室には実験室があってそこは清潔だが無機質で壁の絵画や天井のシャンデリアの代わりに鼻につくフォルマリンの匂いが染み込んでいた私はベッドに寝かされると 不思議な睡魔に襲われて深い眠りに入っていった目覚めると全身包帯に包まれていた博士が水分を補給すると私は再び眠りの谷底にめまいとともに落ちていった次に目覚めたときには実験室の中いっぱいに稲妻が差し込むように光っていたそして耳をつんざくような落雷の音 それから3日間もしくは3か月が過ぎたある晴れた日とうとう私の包帯は解かれたその時私は何の変化もなく見覚えのある自分自身そのものだったただし心と体全体に恐ろしいほどの活力がみなぎっているのを感じたのだ1週間もすると 私は走ることができるようになった。庭園に出てみた。蝶と戯れた。蝶が大空に逃げていく。私は蝶に向かってジャンプした。すると私の体は重力に反して蝶よりも高く大空へ飛んだのだ。庭園の噴水がはるか眼下でテーブルの上に落ちている一粒の水滴のように輝いているのが見えた。一月も。 私はこのすさまじい跳躍力を制しそして操ることができるようになっていたそこで私はクルト博士に言った「自由になりたい」博士は答えた「君はすでに自由だ」「前例に縛られることなく新しい生き方を探求するがよい」「さあ行くのだグレイ」 私は庭園から飛び出し思いっきり地面を蹴って走っただがその時私は地面に這いつくばって生きるというまさに前例にとらわれている自分に気づいたそこで私は軽く跳躍したのだ糸杉のてっぺんの枝に降り立った私はそこから跳躍を重ね次々と木に飛び移りながら移動していった気がつけば 何十年という時が過ぎ去っていった。クルト博士が私に何を施したかは知る由もないが、私は置いて行くこともなかった。そして常に自由を感じることができたのだった。時にはハンセンのマストに飛び移り、大会とても越えた。私は再び地面に降りようとは決して思わなかった。ある時、マルグリットの屋敷まで旅に出た。 懐かしいバルコニーには、老婆が座っていた。私は優しく吠えてみた。老婆は一瞬顔を上げるような仕草をした。そして老婆は言ったのだ。グレー、私は嬉しさのあまり、バルコニーまでジャンプしそうになった。しかしその時部屋の奥から、一匹の犬が現れて、彼女の脇に座った。 あたかも私と双子のようなそのグレーを撫でているマルグリッドはあの頃の美しい少女に戻っていた私は博士と話す時の方法でマルグリッドに言葉を送ってみたすると犬を撫でているマルグリッドの手がピタリと止まったその時彼女はゆっくり目を閉じるとその美しい顔を大空に向けて 可憐な笑みを浮かべたのだった今や跡形もなく消えた私の腹の縫い目のようにいつしか彼女もこの屋敷も消えるこの世界では人間同士の争い以外は決して繰り返されることはないのだ私は北の方角を向くと故郷アルプスに向かって再び 条約を開始した。おしまい。以上、山梨良平覚書町の枠内でした。 ここで皆様からの質問にお答えさせていただきます常識の枠内一問一答のコーナーです、えー、まず最初にはいこれですね私は学生時代から甲子園を見るのが大好きです特に逆転劇などのドラマは見ていて胸が熱くなります山梨さんの人生で、えー 逆転サヨナラホームランのような出来事がもしあれば教えてください。えということですね。うん逆転サヨナラホームラン。打たれたピッチャーの気持ちなら分かるような気がいたしますね。はい次、えー。夏といえば怖い話。以前の常識の枠内でも幽霊をモチーフにしたお話をされていらっしゃいました。幽霊という 題材がお好きなのででしょううか、えー、というご質問です、はい、特に、えー、幽霊を好んでいるとか、えー、マニアですとかそういうことはありませんで、えーま、友人の中にもお幽霊というものはたまたまおりませんけれども私子どもの頃からもうありもしないような突拍子もない話を聞いたり。 ですね。自分で作ったりすることが好きだったんですね。幽霊話なんかも。そういうところから来ているかもしれませんね。はい、次です、えー、山梨さんご、あ、山梨さんご自身がホラーな経験をされたことはありますでしょうか？ご質問です。えー、霊的というんですか？そういった恐怖の経験は？ ありませんですねえあの、人間人が放つ暴力的な恐怖ならばまあ皆様もあの終わりでしょうが1回か2回は見たり自分自身で感じた記憶はございますよまあそれこそが本当の本物のホラーなのだと思いますね はい、えー、以上「常識の枠内」一問一答でございました山梨良平 常識の枠内いかがだったでしょうかここでコンサートのお知らせをいたします次回のコンサートは8月の17日水曜日です六本木シンフォニーサロンにて開催いたします会場は19時開演は19時30分ですチケットの購入はローソンチケットで受け付けております詳しくは山梨良平のホームページをご確認くださいさて 次は山梨良平憩いのひとときのコーナーです本日も次回のコンサートの演奏曲の中から一曲にじんだインク美しい嘘をお聞きくださいそれではまたお会いできることを楽しみに山梨良平でした燃える砂丘 「かげろの中をかけてゆくのはトリスタン」「あれは魔王の赤いそりです」「太陽の東 「すみれたちがバルコニーに」 名前です窓辺で手紙